今回は岡山県高梁市川上町のえぶた祭りの様子をお届けします。このえぶた祭り、地域の高齢化と人口減少で制作が難しくなったとして、祭りの実行委員会は今年を最後に開催を取りやめることを決めました。の制作には2ヶ月から3ヶ月を費やすが、観客の前に姿を現すのは一夜限り。これが本当に最後のえぶたということです。辺りが暗くなるとえぶたがメイン会場に進んでいきます。Oh.
1995年に始まった人気イベントは制作メンバーの減少で今年で終了し、フィナーレを飾った。最後までご視聴ありがとうございました。